これがさっき言うとった噂のマフラーやな。噂のマフラー。オッケー。タイなんかわかりません。あ、いや、これ何年モデル？20年落ち。20年落ちいうことは1980年モデルぐらいかな。なわけないやんか。じゃあ1997年。4年やね。あ、97年。7かな。うん。いやでもめっちゃ程度いいやん。綺麗に乗ってる。このエンジン音聞かせてもらえる？おお、なんか鳴ってる。これがひょっとしたら噂のスラッシュカット。スラッシュカット。オッケー。はいはわからん。すごくすごく。はいって何や。うん。これはドラスタの400やね。クラシックになるわけ？うん、これは普通の。普通の DS400 だね。OK。はいよ。これは何年モデルやったっけ？2015年 SL の最初のやつ。あ、はいはい。でも綺麗にしてんの、これも。でも、買ったら9月なんで。あ、そうなんや。いいやで、交換してあげても。いいやろ？引くぞ。可愛らしいな、自分。アメリカ。いや、でっかいバイク好きやろ。アメリカ好きな。でっかいバイクやったら、ZX10R を買うから。出た、ZX10R。一遍これまた買ってみ。一遍これまた買ってみ。うちのバイクやから。嘘。43年前のバイク。Z1。また向こうから待って、また買っていいよ。めっちゃ綺麗じゃない。うん、またがり、またがり。なんかすごいけど、ね、普通の長さ足りてなくないか。いやでもね、当時世界最速のバイクやからね。はいよ、こっち向いて。はい、ポーズ。イエーイ、もう一枚行くで。はい、オッケー、いい感じ。はい、彼女もまたがり。みんな川崎の乗ってる人は大体このバイク知ってるわ。Z1 だからね。はい。そんなに古いバイクに見えへんやろ。うん。1973年製。あ、ニアハンドル持ってまっすぐしてハンドル。あ、乗ってそう。はい。あ、いけるいける。乗ってそうやわ。うん、いける、十分に大丈夫や。もういけるいける。もう金さそか。気になるけど。ああ、気づけていきや。またいつでも遊びにおいで。夜はラストオーダー9時の10時までやってるよって。黒いバイクに乗ったあれやな、宿命やな、これは。いや、ちょっと待ってや。待ってるで。また明日待ってるで。